さ、今さっき単勝が当たったんやけど、うん、で何が嬉しいかってこのレースルメールの単勝がさ、うん、1.2 倍とか 1.1 倍とかだったんや、単勝がね、ルメールの、うん、もう 100% 1着やんみたいな感じでみんな思ってるわけじゃん、うん、でも俺そこをあえてさ、うん、岩田未来の単勝2番人気の、うん、まあその時俺が買った時は6倍だったんやけど、そのまま、うん、と、まあ、あの田口くんの馬に1000円ずつかけて、うん、なんと岩田未来くんが1着で来るっていう、やったじゃん、やったね、めっちゃ嬉しいね、圧倒的一番人気がやっぱ飛ぶっていうのを、そう、そうめっちゃ嬉しいもんね、うん、朝一のレースを寝坊したけんさ、うん、めっちゃショックだったけどさ、うん、起こしてくれんかった、うん、ちっちゃいこれ見てこれ傷ついたんやけど、どうやってこれやるのが正解なのか、抜くの難しいね、今日のレースね、2歳戦なんてやるもんじゃないかな、今日埋めるどうかね、どう思う、多分見てないじゃん、何乗るかも、いや俺はもうあんまりなんかそんな軸にできるほど信頼は置けんけど、来週何、来週あんま手がくないやつ、来週は朝日杯、また2歳、あ、それかで終わって男ね、そうそうそう、あれ終わって有馬とかじゃない、もうフューチュリティステークス、フューチュリティステークス、ステークスと一味になる、うん、次世代のリバティが誕生、今日ね、さあ今週は俺と同じ会話どうまたするか立つ見送るのもありだよね、まあ、いや別に無理にする必要はない感じまである、単勝とか買ってみたらいいんじゃない、うん、俺思うんだけど一回も買ったことないでしょ、単勝、副賞もないよね多分、ないな、か俺の本命の単勝と副賞買ってみてね、ボーナス入ったんで買ってもうまだ入ってないんだから俺、お金頑張れば、はい、それではレースを楽しみに待ちましょう、行くよ。